こんにちは、磯野さんです。今ですね、Amazon プライムセールやってまして、皆さん何買いました？竹も買ってんな。はい。Amazon プライムセールなんですけど、なんかね、Amazon プライムセールってあれですよね、なんかこう電化製品っていうか、なんかガジェット系安いじゃないですか。それって結局なんかあんまりセール価格と普通上の値段変わってないみたいなのあって、なんかそれをチェックするやつとかもなんかやり方あるらしいんですけど、ぶっちゃけめんどくさいですよね。はい、そういうのやらなくて、で、Amazon プライムセール、あのね、今回ね、Apple Watch の41ミリ買おうと思ったんですよ。今減量中で、特に歩数計とかそういうのを見たいのと、あとね、この iPhone8、 これをまあ買えろって話なんですけど、電池の減りが尋常じゃなく早いんで、あのスイカ、モバイルスイカがね、たまにね、やべえ時があって、改札出れなさそうみたいな時あるんで、その時にモバイルスイカ P とかやりたいんですけどね。 Apple Watch それですよ、見に行って、45ミリと41ミリ見に行ったんですよ。45ミリはね、俺の腕にはちょっと大きくて、なんかスマホこうやって本当につけてるみたいな感じで、41ミリで俺はいいなと思ったんで、41ミリを買おうと思ったんですよ。昨日セール開始の時は販売してて、今なんかアップル製品って値上げになってるんですよね。で、アップルウォッチはすごい安くなってたらしくて、で、これマジで買った方がいいんじゃねえかっていうので、その時は売ってて、で、ちょっと寝かせてたんですよ。さっき買おうと思ったら、お取り扱いありませんみたいな感じになってて、買えませんでした。あのシリーズ7の 41mm、 うん、悔しいですね。なんかね、迷ってたんですよ。普段時計つけないから、まあ、またつけなくなるかなみたいな。なんか昔こうね、若い時っていうか、まあ30歳とかの時、生きてた時って、ちょっといい時計とか買ってみたりとかしてつけたりしたんですけど、結局つけなくなっちゃって売っちゃったみたいな感じになって、まあ結局まあアップルウォッチつけても売っちゃうかなみたいな感じで思ったんですけど、実用性があれはすごく高いので、買おうと思ったらもうダメでした。よくやるよね、外国の人とかみたいな。はい、で、いうことです。じゃあ何を買ったんだと、とりあえず一つ、買いたいものがあったので、それは購入しました。シモンズのマットレス買いました。今無印の、あのマットレス使っていて、まあ無印の中ではいいやつ買ったんですけど、まあ不満はないんですよ。ただ、まあ、強いて言うなら腰痛いなっていう、寝すぎると。っていうので、ちょっといいマットレス買ってみようということで、シモンズ買ってみました。ただなんかシモンズっていろいろランクがあるらしくて、僕はとりあえずエントリー系のもの、だからマットレスって結局寝に行かなきゃ分かんないんですよ、大塚家具とかに。ただそれも分からないんですよ。マットレスってちょっと寝たぐらいだと分からない、なんか何日か試さないと分からないマットレスは、やっぱり、シモンズとりあえず高いの買って失敗したらあれだから、まあとりあえずこのシモンズ7万7000円のやつ買いました。で、あの僕ね、低反発ダメなんですよ。腰痛くなっちゃうし、なんか酔っちゃう感じになっちゃうので、だからハードタイプ買って、でこれでダメだったら、このシモンズのマットレスの上に西川のエアーって、あのなんかイボイボがいっぱいついてるやつ、あれをですね、さらに上に乗せたいなということで、体圧分散に優れてるということで、とりあえずはこのシモンズで、このビューティーレストっていうのもすごくね、評判はいいんで、まあこれ買ってみました。うん、俺の場合反り腰、まあ、あの骨盤がねすごい前傾してるんですよ。だからお尻がプリッとなってるんですよ、常に。でそれはね、腰を痛めやすかったりするから、まあ、そこでしっかり寝てる時に体圧分散をしてくれるような感じのものを探していて、うん、まあシモンズ、日本で売ってるシモンズは日本製らしいんですけど、まあアメリカのブランドですよね。で欧米の人とかも結構骨盤前傾してる人が多いので、まあ俺に合うんじゃねえかなみたいな感じで考えております。まあダメだったら西川のエアーも買おうかなと思ってます。はい、このシモンズのマットレスは、セールに関係なくて、けど割引してたみたいな感じで、ちょっと割引していたので買いました。で次はですね、これは唯一のセールで買ったもの、トリフジオです。 D&デルカって、あのずっと D&デルカだと思ってた、 D&デルカなんですね。たまにあるカフェみたいなところの、まあ、トリフジオですね。
っぱり今減量中でやっぱ塩ですね、いろいろ試してて、前お土産でもらったなんかその小さい塩のパック、なんかカレー塩とかトマト塩とか、うん、なんかレモン塩とかそういうなんかパックもらって、それがねすごくその鶏むね肉とか食べるのに重宝してて美味しく食べれるんで、まあちょっと鶏富士塩も買ってみたいなということで、まあ前使った時にすごい風味が良かったのでそれ買ってみたような感じでございます。これはですねセールで安くなっておりましたよ。1404円が899円という感じでなっていたので、まあこれ買ったって感じですね。まあちょっとこれね、ちょっとね、そうだな、白身魚の刺身にちょっと鶏富士をかけて白ワインでいっぱいやりたいですね。白ワインね、最近すごい美味しい白ワイン見つけたんですけど、それが成城石井のなんかオリジナル、なんかブリュワリーと一緒に作ったみたいな感じの白ワインがすごく飲みやすくて美味しいんですよ。あれ今まで飲んだ中で一番飲みやすかったなと思うぐらい飲みやすいので、おすすめなんでぜひチェックしてみてください。まあ鶏不自由なんでね、まあその赤身肉とかでもいいと思います。そしたら赤ですよね、赤ですよね、はい、わかるわかる。そういう感じで今回ちょっと鶏不自由を買ってみたという感じです。っていう感じで今回は僕は2品2つですね買ったような感じなんですけど、皆さんは何か買いました？なんかおすすめとかあったらぜひぜひ教えてほしいです。これ良かったですよとか、これ安くなっててからおすすめですよっていうのをぜひ教えてほしい。まだ時間があると思うので、コメント欄でいただいたやつなんかチェックしてみたいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは。